法案に先立ち、桜を見る会をめぐる疑惑について、菅官房長官に伺います。招待者の中に、高齢者への詐欺的な悪徳商法を繰り返してきたジャパンライフの代表取締役会長まで含まれていたことが明らかになっています。官房長官は昨日の会見で、反社会勢力の参加について問われ、結果として入っていたなどと、人ごとのように述べましたが、総理等からの推薦名簿が内閣官房でも内閣府でも決裁されない、ノーチェックとなっていたために、社会的に問題のある人も招かれていた、これが実態ではありませんか。招待者名簿を取りまとめた省庁の中で、保存期間を1年未満としているのは、内閣官房の3部局だけです。中でも、総理推薦をはじめ、大量の招待者をリストアップしていたと思われる部局に限って、招待者名簿が明らかにされておりません。後ろめたさがある部局だけが、資料要求を受け、慌てて廃棄してしまったのではないですか。これは、組織的隠蔽そのものではありませんか。本院行政監視委員会における田村智子議員の質問で、2014年には与党で2900通、総理長官等推薦者で3400通の招待状が発送されていたことが明らかになっています。官房長官は、総理からの推薦約1000人、副総理官房長官等約1000人と答弁していますが、合わせて約2000人に過ぎません。総理自身、長年の慣行の中で招待者数が膨れ上がったと述べる中、5年前の3400人が2000人まで減るとは考えられません。今年の招待者数は何を根拠に述べたものですか。果たして正確ですか。総理による推薦者数は実際には1000人よりはるかに多かったのではありませんか。官房長官は昨日会見で、総理長官等推薦者の中には実際には自民党関係者からの推薦も数多く入っていると述べています。それでは、2014年の3400人中何人が自民党からの推薦なのですか。記録は廃棄済みと言いながら、一体何を根拠に自民党推薦分が入っていると言えるのですか。官房長官の答弁の信憑性が問われています。明確にお答えください。前夜祭を含め、疑惑の核心は安倍総理にしか答えることができません。野党は参議院規則に基づき予算委員会の開会を要求しています。総理出席の集中審議が不可欠であることを申し上げ、以下法案について法務大臣に質問します。